イオンモール火災法上は兵庫県火災市北条町に所在するショッピングセンターであるジャスコ火災法上店を各店舗とするイオン火災法上ショッピングセンターとして2008年11月1日に開業したその後各店舗のジャスコ火災法上店は2011年3月1日にイオングループの総合スーパーをイオンに店名統一することに伴って イオン火災法上店に改称した。2011年から進められたイオンの大型ショッピングセンターの名称のイオンモールへの統一に伴い、同年11月21日にはイオン火災法上ショッピングセンターからイオンモール火災法上に改称した。また、2013年11月から、なお当店の南東約700メートルの場所に立地していたジャスコ火災店10月開店を 当店の開業の1ヶ月ほど前の2008年9月30日に閉店している。当店には地上2階建ての店舗建物のほかに敷地内を流れる下里川沿いには広さ約1000平方メートルの市民公園と約400メートルの遊歩道が配置されて地域住民に開放されている。主なてなんと編集各店舗のイオン火災法上店のほか 約80の専門店テナントが出店している。純格店舗として、山田電機が出店したほか、アルペンなどの専門店が出店している。なお、専門店の中には未来や書店やツタヤのような、カルチャー系の大型店も含まれている、出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、専門店連絡先を参照。山陽電機発祥の地記念費。 第二次世界大戦中の1943年12月に、大日本帝国海軍向けの新艦製造の拡充命令を受けて松下電工、法上兵器製造所が開設されたのが始まりである。この松下電工法上兵器製造所は、第二次世界大戦終戦直前の約4ヶ月間だけで約10万個の新艦製造を行ったが、納品されないまま処分される結果に終わった。 その後、北条工場と名を改めた工場は、井上俊男の独立時に、山陽電気製作所に譲渡され、1947年2月1日より、車輪と連動して発電する発電ランプの製造を始めることになった。ありがとうございます。